テレビ三円歌インテレビ。歌インテレビはネット上の晴れ舞台ということで始めたわけですが、ほとんど PR をしておりませんので、あるいは PR しても同じかもしれませんが、出演者は今のところ決まっておりません。これも一つの PR ですので、もし、私は我はという方がありましたら、スタジオであなたの歌でも楽器演奏でも落語でも漫才でも何でもいいですから芸能を披露してください。すでにいろんな発表の場というのはお持ちでしょうけども、それにもう一つこのネット上の舞台ということで、目の前にお客さんはおりませんが、ネットの方に乗れば、何人かの人が見てくれると思います。そこからいろいろ発展が出てくる可能性は十分あります。ということで、題してここにあります、歌インテレビというのを10月にスタートしました。9月かもしれません。しかしほとんど PR しておりませんので、出演者はいません。ということで、待っていてもなかなか来ないんで、実は、都営地の駅前まで行って、路上ライブをやっている方いらっしゃらないかなと思って行きましたら、いらっしゃいました。で、聞いていますとね、結構いい歌だったんでね、早速インタビューしてまいりました。また、毎週何事かなければ毎週土曜日に来ているということですね。また土曜日に行って今度は出演してもらう交渉をしていきたいと思います。まあ、もちろんそのことは軽くお話は申し上げました。でとりあえずは、その段階でまず路上でのライブの様子を、取材してまいりましたんで、これから披露いたします。まあ、こんな感じですので、まあ、あんまり硬くならずにラフな雰囲気でやっていきたいと思います。それと、これからの話ですが、ここに出演される方に対して司会をやる方も募集しておりますので、ぜひ私やってみたいという方ありましたらまたご連絡をください。それまでは仕方がないから私がやるしかありませんが、これじゃ視聴率は上がりませんのでね、上がりませんけども、やらなければ始まらないので、始めました。では、昨日の取材の様子をご覧ください。
ありがとうございました、どちらからお越しですか。湖西市の隣ですね、はい、そうですか。どのくらい、どのくらい、もう僕10年以上10年後でやってます。ああ、そうなんですか。ここのライブは毎週できれば、まあもちろんそれは雨降ったりいろいろとこあるときがあるんです。基本的には、ああ、そうなんですか。今の歌はオリジナルということで、非常にいい歌で、ね、いいところという歌。ああ、そうですか。いいところっていうのは場所ですか、人間の性格。人間の性格いいところという、そうですか。人を判断するときに、はいはい、いい人悪い人って判断するじゃないですか。いますね、はい。で、じゃあそのいい人っていうのは本当 100% いい人なのか、はい、悪い人は 100% 悪い人なのか、はい、そう考えた時にそのいい人と呼ばれるのは、はい、どういう人がいい人かと呼ばれるかっていうと、はい、いいところが多い人が、はい、なんかいい人って呼ばれるのかなと思って、はい、じゃあ悪い人って呼ばれるのは、まあいいところが少ない人、少ない、はいはい、だからその人間っていうのはいいところだけで判断できると思うんですよ、はいはいはい、で、はい、いいところが多い人とかいいところが少ない、はい、まあ少ない人とか、はい、でそのいいところが少ない人はどうすればいいかと言ったら、はいはい、人のいいところをこう吸収して、はいはい、いいところを増やしていけば、はい、いいところが多い人に、はい、なるんじゃないかなと思って、はい、作ったんですけど、その感じが歌に込められているか。そうなんですよ。なかなか素晴らしい歌ですね、はい、で小さい子とかに、はい、こう学校とかに広まれば、はい、そのもしその学校の生徒が全部いいところをこう吸収するような人になっていけば、はいはいはい、いいところが多い人が学校中に増えるってこと。そういうことですね、はい、非常にこう素晴らしい構想でこう作られたそうです。はい、でもちろん自作の、自作ですね。あ、作詞も作曲も。そうですね。そうなんですか。ほとんど CD でもしてないんで、世には出てないんですけど。あ、そうですか。世に出しましょう。そうですね、ありがとうございます。